なんか来てる、なんかオフェンスが来てるぞ。これみんな相手あれじゃん、ヤクネバコラボじゃん。どうも、さとみです。さあ今回なんですけども、第五人格約束のネバーランドコラボ第2弾で実装されたザジ使って遊んでいこうかなと。でね、このザジっていうキャラクターはね、すごい深いんだよ本当に。結局この子は何だったのかっていう正体が終わってすら明かされていないの、完全にはっていうミステリアスなキャラクター、ちょっとそそられるでしょ。で、二刀流を使って戦うんだけど、まあ今はこのアンデッドっていう職業で、アンデッドっていう職業もね、なんか剣使って戦うんだけど、一本だから、この背中に背負ってる剣は飾り。飾りだけどめっちゃかっこよくない？ほら見てよ、青いなんか稲妻みたいなのが背中にさ、剣にこうブンブンブンって走ったりしててさ。で、このザジなんだけど、約束のネバーランド的な立ち位置で言うと、なんつうんだろうな、まあ主人公側の人間なのか、それとも鬼側の人間なのか、ちょっと最初はわからないぐらいな感じの登場の仕方するんだよね。なんかこう喋りかけても全然反応してくれないし、その割にめちゃめちゃ強いしみたいな、こんな力人間にあるのみたいな、でも鬼倒してるしっていう、ちょっとね、なんかなんとも言えない、よくわかんないぐらいな立ち位置の、まあ最初はね、キャラクターですごいなんか見てて、こいつは何なんだろうっていう、そういう感じのミステリアスな感じのキャラクター。顔も見えないしね。でもね、この顔も見えないっていうのが実は結構引き金になっていて、これちょっとね、もしね、まだ見てない人がいたらね、あ、ネタバレやなっていう人がいたらちょっと耳塞いでてほしいんだけど、すごい諸説あるのよ。まあ、ネタバレというか考察だよね、これはね。諸説あって、なんでこの紙袋みたいなのをつけてるのかっていう、実は、お面キャラ、ムジカっていうね、まあ、サバイバーで今回のコラボで実装した子がいるんだけど、そのムジカ、最後まで仮面取りません。でも、このザジっていうのは、仮面っていうか、この紙袋取るんですよ、これ。ね？最後の最後で、素顔が見えんの。なんかこう白髪っぽくて、すごいなんかこうかっこいいというよりは可愛い顔立ち、このギャップね、こんなに強いのにね。そうで、意外にギャップある、すごいギャップあるキャラクターだなって感じだったんだけど、よく見たらその顔がものすごいノーマンに似てるの。あ、ノーマン第五人格コラボでも実装されてるけど、白い髪のね、あの子すごい似てんのよ。でね、ノーマンの言うことにめちゃめちゃ忠実に聞くの。普通に日常会話をしようと思って話しかけても、なんかこう主人公とね、なんかエマちゃんとね、この子が会話しようとしてても、なんかこう意思疎通とも結構難しかったりするんだけど、ノーマンの言うことすごい忠実に聞いてくれるのね。その2人のなんかこのつながりみたいなの、え、何これみたいな。で、ノーマンって農園をね、主人公たちが脱出するときに一緒に脱出でしてないの、実は。ノーマンどこにいたかっていうと、なんかこう自分を研究させるみたいな感じの取引みたいなのを仕掛けていて、すごい頭がいいからね、なんか育てなくてもこの脳みそを持ってる子供を最初からそもそも確実に作れたらいいんじゃないかみたいな、そういう感じでね、研究材料みたいな感じでこう捕まってた時があって、そん時にもしかしてザジっていうのは作られたんじゃないかみたいな施設がすごいある、そこで。で、そこでなんか投薬実験みたいなのされて、すごい体とかそういうのがでかくなっちゃったみたいな。ね、この力も納得できるし、ノーマンの言うことしか聞かないっていうのも納得できるし、いざ素顔が見えた時はすごいなんかこうノーマンと似てるのも全部納得できるよね。でも公式回答じゃないからわかんないよっていうそう、諸説あるキャラクターなのよ本当にこの子はっていうね。なんかでもそれすげえなと思って、本当に言われてみれば確かにそういう描写いっぱいあるのよ。でも語られてないんだけどね。でもどうなんだろうね、本当に俺すっげえ気になってた、そこは。完結した今もわかんないままだもんだって。まあそういうのが面白いんだろうけど、なんやかんやこれも全体負荷で、あともうこれ今飛びそうだから、ここで、あ、やべ、てかザジについての話ずっとしててさ、この子の戦い方について1ミリも喋ってなかったね、ごめんね。なんかちょすごい簡単に言うと、超攻撃的なキャラクター。このゲームってハンター、俺が今使ってるハンター側の、まあ、ハンターが、サバイバーにね2回殴るとサバイバーがダウンして、そのダウンしたサバイバーをロケットチェアっていうところに、するというか座らせると、まあ飛ばすというか倒すことができるんだけど、初めてそこでね。この子はね、ロケットチェアに座らせられないのよ。じゃあどうやって倒すのかっていうと、放置だね、もうね、殴って放置で、そしたら地面に出血、血をばらまいてサバイバーは死んでいくっていう、まあ、そういう倒し方しかできない。代わりに
もうすごい攻撃力を得てるの攻撃性能がすごく高くて、板とかも通常攻撃で割れちゃったりするし、まあ特定の条件は満たさないといけないんだけど、そういうね、なんかその身体強化系のなんか能力もすごいザジと相まってめちゃめちゃいいマッチアップなんじゃないかなっていう、このコラボのねすごい合ってる。ソンジュなんてさ、あのリッパーとして実装されてるんだけどさ、ムジカのことを殴る描写が出てくるわけじゃん。サバイバーとさハンターで分けちゃったらすごいことだよそれはもうさあここで昆虫学者をダウンする。で冒険家がそこにいて、これで、フルダウンで終わらせられますと。昆虫学者はもう自分で起き上がるのはもう無理だから、もう出血して相手もこのまま死にます。で、あと一人でね、このザジっていうキャラクターがね、なんかこの感情のない感じの描写がすごい続いてたんだけど、ある時を境に仲間の窮地とか、なんかそこにキモーみたいな雄たけびを上げたりして、あ、感情あったんだみたいな、そこでまず驚きというか、なんかこうほっとしたというか、人間らしい面見えて、すごい鬼っぽいんだよね本当にね。そういう描き方されてるだけなんだけどさ、だからなんか人間なんだなっていうので、ちょっと心が温まるワンシーンとか、そういうのすごい多いこの子はで、この鬼の最大の欠点なんだけど、座らせられないっていうことは、この最後の一人をこう這いずるのをなんかこう見届けないといけないっていう、まあさすがに8まで間に合わんやろこの周囲に。あ、投稿したというわけでね、まあこんな感じのハンターでございます。さあ2戦目やっていきます。で、あ、目がね赤く発光してるけど、実際の目も赤く発光してるんだよね。赤となんか黒だっけな、なんか赤黒い感じの目で発光してて、ちょっとなんかこの鬼っぽいというか、人間ではないだけど鬼でもないなんだっていうので、まあ多分なんかそういう農薬実験的なものされてたんだろうね、やっぱ確実にね。っていう、まあ本当に小説あるキャラクターではあるんだけど、いい滑り出し、レイのことをぶち切ってくでも役ネバコラボ中だからさ、なんか約束のネバーランドのその見た目のキャラが多くてちょっと楽しいな。レイとかさ、ニワシムイがいるか、ニワシ、これちょっとエマちゃんワンチャンあるんじゃないエマちゃんな姿の気がする。で、囚人早い、ダウン取るのが早い、圧倒的攻撃力持ってるからね。で、オフェンスが近くをうろついてないね。耳鳴ってんだけどな。でも多分オフェンス近くにいると思うんだよね、この感じね。一回ちょっと遠くに行ったふりして、で今多分ね治療しに来てると思うんだよ多分これ、しめしめって言って、で速攻で戻るっていうねで、よいしょ、この速度で進めたら足跡が絶対残るから、あー残ってる残ってる、中にいるよ。治療早いな、治療早いな、心眼が治療か、なんか来てる、なんかオフェンスが来てるぞ。おーおー、ドンじゃん。約束のネバーランドコラボのキャラクターめっちゃ出てる。え、なになに、どうしたの。え、それはチェイスしようぜっていう強気な現れ。え、にしてはだよね。え、なん、どうしたどうしたどうした、諦めてるんだとしたらちょっと逃げたの分かんないし、え、俺とチェイスしようぜってことだったの今、もしかしてどういうあれだったんだろうね。なんか諦めかと思ったけど、なんか分かんねえ、なんか何とも言えない感じだったな。よいしょ、まあいいや、とりあえずこれ心眼追いますか。さあ、これみんな相手あれじゃん、ヤクネバコラボじゃん、すげえ。俺がハンター、何のハンター使うか分かってなかったのにすごい役ネバコラボみたいになってるけど、どっちかっていうとみんな仲間側なのよね。うん、あのバリバリに敵なのってピーターぐらいなのよ今回実装されたやつね、あいつぐらいだからさ、バリバリ敵なの。これなんか仲間 VS 仲間みたいな感じでちょっと心苦しいな。で、みんな起き上がりましたよと。で、この辺でまだ多分回復してると思うから、ちょっと詰めるか、どっかにいるんだよね。あ、いたいたいた、あれあれあれあ、逃げてる。あ、アキラ、あ、レイかこれ、よいしょ。あー最悪だ最悪だ、本当に飛び上がりたくなかったのに飛び上がっちゃった。今じわじわと追いかけていこうかな。で、これはもうお前はもう死んでいるんだよ、行くぜ、広範囲攻撃強いなこれ、この技マジで強いな。なんかやってる、エマちゃんだ。あいつロケットチア壊そうとしてたけど、あいにく俺にはロケットチア必要ないんでね、悪いね本当に。いるぞ、さあこれ追っていくか。まあいいよ、本当はオフェンスか心眼をダウンさせたいけど、まだねエマちゃんは一回もダウンさせてないから。もうゴリゴリだよねこれ本当に。あー最悪だ、空ぶった、すごいよ本当にこれ、ゴリゴリで HP 削れるからね相手のね、超楽しい。始めたてな人は意外にありかもしれないねこの鬼。なんかロケットチェアに座らしてさ、このあえてロケット、あ、いたいたいたやるんかい、やるんかいそれ。え、どっちどっちどっちなのそれは一体。
一発殴られて逃げる、一発殴られたからが本番だと。本当か本当か本当なんかそれは。絶対この一撃で落ちると思うぞ。あ、これは落ちたね板を使わせる間もなく。これオフェンス死ぬでしょう多分このまま。で、耳鳴ってるな。この辺に誰かいるべ絶対。ニマシが多分どっかにいるんだよな。こんなか。あ、待って今どっかで爆発した。あ、ここか。いたいた、ニマシ行くぜ。さっきのリベンジマッチだよ意外にチェイスで稼がれちゃったから。あー、俺さっきかわされたんそう。これ当てたかったのに。この人普通に逃げれるな。なんか逃げれるというか読みが強いというか。あ、いいね、しっかりとバリアを張って時間を稼いでいく。で、今のうちにシンガーがオフェンスを起こしてんのかな。どうだろう、それともこのまま死を選ぶか。だがしかし、あ、それはもう罪。おい、しっかりしっかり、ナイス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 。で、起こそうとしてるけど間に合わず。さあ、あとは彼を釣るだけで終わりだ。彼というか彼女なんだけど、あ、諦めてる諦めてる。でも実際にザジが敵になったというかさ、牙を剥いてきたらめちゃめちゃ怖いだろうな。絶対勝てないもん。で、かっこいいなこのザジ。第五人格のアンデッドの衣装の中で一番好きかもしれん。これなんかシンプルに2本剣を持ってるっていう、それだけでだいぶかっこいいわ。というわけでね、あの約束のネバーランドの中でもなかなかのこう諸説ありっていう、いろんな考察がねされてるキャラクターザジ、まあ第五人格の中ではアンデッドという役職ですと。まあ気になった人はね、ぜひ使ってみてください。このコラボからね、第五人格始めたっていう人もワンチャンこういう鬼の方がなんかちょっととっつきやすいかもしれないね。ロケットチェアに座らすとさ、なんかロケットチェアに座らして守んないといけないからさ、その場所をね、やること多いじゃん、攻めて守ったり。だからまずこう攻めを覚えるっていう点ではすごいいいかもしれない。というわけで最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。